公式ウェブラジオジェンラジ。皆さんこんばんは、緑川ひかるです。今井あさみです。内田彩です。高木理香です。ジェンクロ公式ウェブラジオジェンラジ、今週もスタートしました。そして現在チェンクロでは東派型イベント2人のお嬢と2つの太陽が開催中となっておりまして、今回もチェンラ辞書を設定しております。皆さんの進捗情報いかがでしょうか。いかがですかね。どれを狙いに行くか。確かに今回はみんな語呂合わせでございましたから覚えやすいですよね、ちなみにあの2つの太陽ってのは現実のことを指しているのか、それとも何か別の抽象的なことを指しているのか、イベントが始まっていない世界に住む我々が、そうですね、現実はあの幻の日とか言って現実ですけど、気になるところでございます。はい、どんな話なんだろう。気になる気になる、皆さんはどれか狙いたい賞はありますか。私高木は自分のハニトをちょっと狙おうかなと狙いやすいという、狙いやすいやつのね、はい、一番ね。そうです、あやちゃんのお野菜はちょっと頑張らないとですよね。強強です。でも割とね、毎回毎回皆さん結構計算式を利用して、ね、徐々にこう精度が上がってきてるので、今回どんな感じになるのか、そっちの方も楽しみですね。あと最近あのいませんでしたが ないですからね。確かにないですね。ないんですよ、これがいますね。一体結果はどうなるでしょうか。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ちなみにですね、前回僕の4429が義継の、ね、親愛度だと勘違いされました。はい、勘違いしました。今一応調べてみました。いくつですか。いくつぐらいだと思いますか。いくつぐらいだと思いますか。ぐらい、ふんわりふんわり。でもなんか何千とかさ、千は言ってそう。そうですね。じゃあもう全然もうアバウトで、じゃあ今さじゃあ千、1050。ああ中途半端な。じゃあアメちゃんはいくつぐらいだと思う。ふんわりふんわり。意外と義継くらい出る。4000、例の、なるほど、ね、4429。私は3182。これ何の頃合わせた。今適当に出てきました。はい、じゃあ発表します。495。あまり使ってるところは見たことないかもしれないです。でも意外と使ってるのかなと思ったんですけど、495。ようはあってました。あ、私意外とのとこで一桁減らせばよかった。まんざらめっちゃ遠いわけでもない、はい、確かに場合によってはぴったりな可能性もあったってことですよ。あった。よ、あ、そんなことないか。よ、し、つ、ぐ、4つは必要なのね。でもまあ429だったらよし、つ、ぐって言えたんだけどな。ちょっと残念でした。はい、すいません、なんか期待に添えずだいぶ低くて申し訳ない。はい、はい、というわけで始めていきましょう。チェンラジスタート。この番組は株式会社セガの提供でお送りします。ジェンクロ公式ウェブラジオジェンラジオ、者ども時をあげよう。改めまして、緑川ひかるです。今井あさみです。内田彩です。高木理香です。ではリスナーさんから届いたメッセージを紹介していきましょう。題してアルカナメール。ミニさんからいただきました。皆様こんばんは。こんばんは。先日のチェンラジでは11周年ユグド祭の会場が発表されましたね。そしてリー班団長が実装されました。第一印象はかっこいい。パッと見でもう強そうですが、これから使用感を確かめていくのが楽しみです。他の方もリー班手に入れてるかなと確認していたのですが、とあるレジェンドなリー班団長がすでに貫突済みで刻印武器装備とモリモリ違反状態。きっと列伝記述も完了しているんだろうなと。刻印武器のスキンには 3F
というオーバーロードコラボの武器が設定されていて、懐かしくも雰囲気がぴったりと感動しました。笑顔が素敵な団長画像を添付します。あ、かわいい。そして先日クロニクルの試練シンをクリアすることができました。おお、すごい。入手した称号と奈落の世界のプレートを組み合わせ、念願の称号シンクロニクルを作ることができました。試練は難しくて何度も挑戦してクリアできたので、嬉しさと達成感ひとしおでした、という素敵な報告、はい、いただきました。それは私のことですかね、おそらく。あー、残念。違う、スキンを変えてしまった。あら、はい、私さっき見たところ違うスキンでした。おー、いや割と楽しいんだよ。あんまほら、うん、ダブキないからさ、はい、俺、うんうん、だから普通にどれにしようかなって、うん、あ、それ、ね、昔の映像っていうか更新されてないよ。更新されてないですよね。今私がレジェンドを見に行った。本当だ、確かに私も更新されてない。更新しよう。あれ、じゃあ私が見てたの違う人かな。違う人のやつですかね。更新しよう。そう、なんかね楽しくてね、あ、やっぱこっちにしようかなみたいな、変えちゃった。今、あ、本当ですね。これ、あれ、これはなんて言うんでしたっけ、その板。あご板。あご板。あご板持ってんですか今。え、待ってください。私が見た時違った気がする。あ、違う。おかしいだろ。誰の見てる。あれさっき偽物のレジェンドがいる。もう一人のレジェンドが。え、嘘。でもその最初 3F だっけ、黒いやつ。あ、そうですよね。それさっき見ました。どれだ、これだ。あ、でもあれ、変わってない、まだ更新されてないです。レジェンド連れてってもやっぱ同じですね、まあなんかね、この更新問題はちょっと ね、そうそういろいろあるからね、そうなんだ。ちょっとアップで見たいですね。いいな、レジェンド見れるんだってみんな思ったから、確かに確かに。まあじゃあこの後僕プレイしますよ。あ、やった、見たい。はい、確かにそこで見せてもらえばいいんだ。そうだそうだ、はい、それではミミさんメッセージありがとうございました。それでは今週もここでチェンクロプレイしてもらいましょう、はい、じゃあ先ほどね、はい、言いましたので、ぜひこの私オール緑川パーティーの絆もサブも、はい、そしてヒロイカつけておりません、いないので、このパーティー、あのフレンドにもたまたまいましてですね、ちょっとフレンドダメかなと思ったんですよ、うん、自分のキャラはいたけど絆までっていう、本当だ、だから本当に純粋、なかなか純粋ってできてないんですよ、うん、なるほど、本当探したら、おお、ロッキーいてくれたっていう感じなので、純粋に、前回愛ちゃんが言った戦艦の試練、うん、まあ、この辺が無難かなと、うん、思うので、愛ちゃんその後イフ行ってみた？イフ行ったんですけど、すごいなんか自信だったの、余裕、戦艦は余裕です。じゃあぜひイフ行ってみてって言ってイフ行ったけど、鶴にボコボコにされて終わりました。あ、ツルツルよな、イフな、イフやっぱなんか厳しいよな、いつまでたってもコツがいりますよね、イフは。ね、なのでちょっと僕も無難にね、はい、ここ行ってみようと、もうすでに動画を撮ってきてます。なんだと、あれ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 、ちょっとみんなで見れますね、見ていただこうと思います。じゃあどうぞ、はい、今まで一度も行ったことなかったんですか、このメンツでは。行ったことない、だってリハン、あ、そっか、リハン来たばっかだから。そっか、あのリハンの武器、武器が見れた。あれ、犬強って言った、犬強のやつですよく見れた、見れない、犬強がすごい燃え、絶対燃えますよね、もう焦げてますよ、焦げるわ。柳田君に怒られる。うわー、すごい。そう、割とねダブルシューザーだし、重いっちゃ重いので、なるべくあの1マナで打てるあの魔を2人入れております。このメンツ仲良くできるのかちょっと心配ですね。ちょっと飛ばします。余裕を感じて飛ばしてる。いや、あのほら、もしかしたらね、ひよみの迷惑になるかもしれないから。ちょっと尺を使いたいところだ。
もリーハンもほんと3万なんだけど、一番最初やればね、ほんと大体1位でいけるので。あやちゃんは前回結構まあまあ進んでる、そんなことないな。全然余裕ですね。結構消費するんだけどね。今誰かがマナーをぶつけてあるかもしれない。誰か組み合わせなんですね。すごい。お、でも一気に出てきたからね。使い出すと急に重いっちゃ重いよね。かっこいい。何もしてない。おお、なんか大違いだね。ここでちょっとね、やばい、わあ、足元を救われそうだ。一番下ちょっとね、どうなる、余裕かもしれない。のっそりのっそりだ。お、でもマナーがすごい、やっぱ来るね、一気に。すごいな。こういう時やっぱマナーゲットするアビリティ持ちの子のありがたみ。でも誰もきっとどれが一番貢献してるか分かってない。分からない。あるかな、どれですか。もう最後だ。街のタイムが出てまる。でもまあイメージよりは無難な感じかな。すごい燃えてますね。燃えてる。ずっと何かあれだよね。火がすごい。燃えたどころじゃないっすね。全体的にずっと燃えてる。炎様が。羽子板無事です。体勢がついてます。すげえな、羽子板。羽子板見えないんだ。そうですよね。ちょっと絵画が前列でキラキラしたのがあって、リーハンさんがちょっと寂しそうでしたみたいな。あと全然いなかったけど、普通に後ろでお姉様が目立ってたね、やっぱり。あれいた、あ、絆ね。あ、絆ってかサブか、サブにいましたね、ルーラ。そうかそうか、ルーラね。はい、こんな感じでございました。行けました、よかった。はい、チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、これでみんな大成功。続いてはこちらのコーナー、インスタ映えするチェンクロ。リスナーさんからハッシュタグインスタ映えするチェンクロ、ハッシュタグチェンラジ投稿で入るチェンクロ画像を募集、みんなで見ていきたいと思います。こちら大泉さんからいただきました、ありがとうございます。タイトル国会議事堂本会議ということで見ていきます。せーの、ドン。おお、わあ、すごい。怖い。なんかすごい。すごい、やっぱこう後ろから見てるからかもしれないけど、きちんと座ってる雰囲気はあるんだけど、まあそんなことないんだよね、きっとね。ちっちゃいフィギュア、そんなことないか。でただ後ろ向きに配置してるだけでそう見えんのかな。座ってる感じに思えるよね。赤絨毯がいいですね。ねえ。いや、こういう発想が本当に私出てこないんで、どうしてみんなこんなアイディアが出てくるんだろう。すごいな。カッパさん、カッパさんちょっと尻尾が椅子から出て、あ、挟まってちょっと可愛い、出てますね。よし、ありがとうございます。では続いてとっとこはじ太郎さんからいただきました。タイトルゴーストホテルへご案内ということで見ていきます。せーの、ドン。好き、すごい、どこの一部をどう使ってこうしたんですかね。つい最近私ゴースト系のホテルのドラマずっと見てたから、すっごいもうワクワクが止まらない。すごい、この奥もなんか気になりますね。どんなお部屋なんだろう。キャスティングがいいですね。肖像画が怖いですね。これあくまでもこれ何、玄関先っていうかあれか、これからお客様の中に招き入れるっていう。
入ったら最後帰ってこれるかな、うん、帰ってこれないですねきっと。ありがとうございます。そしてゼロさんからいただいたものがですね、なんと今井さんタイムリーです。タイトルがホーンテッドなアトラクションすごい、いきます、せーの、うん、わー、本当だ、もう本当だ、あの乗り物じゃなくて歩いていくんだあそこのシーンがあのシーンですね、わかるわかるすげー待ってる、すごい、ちゃんとあれですよね、茶色部分は多分自動で動くところで、そっかそういうこと、そっか乗ってるわそっか乗ってた、乗り物にうまく乗ってみたいな感じですね。絶対に泣いて逃げ出しそうな人たち乗ってるけど大丈夫かな本大丈夫かな、まあ、でも そんなに怖くないよ、楽しいよあと、あっという間に速いスピードで過ぎていくからそんなに大丈夫だよ。そうですね、確かに。あときっと何気なくあの肖像画を見ると目が合うよ。あー、はい、喋りかけてくる口が動いてどうなってんのあれってなるやつ。てっきり私最初あの手前の子たちがあの、はい、ホーンテッドマンション歩いて見学してるのかと思ってそんな逆にそんなはずないっていう無事ちゃんとキャストさんのお洋服もなんかそれっぽい感じ ねでもこうやって見たらもうすぐね、うん、あーって思うけど、それを頭で構築する段ね、あれがすげーよな、うん、やっぱり私いつも行くと工事中というかメンテナンス中なんで乗りたい、たまに行くとその前の時間はやってたのにとかもありますもんね。あるある、うん、行きたいよ。ありがとうございます。続いて海 R さんからいただきました、タイトル運命の扉ということで見ていきます、せーの、3 あらこれはすごい、ちょっとなんか懐かしくも感じてくる、ね、シンクロの運命の選択を再現、コラボ組のレアムたちにも本部セリフが実装されました、本当にありがとうございました。どちらかしか選べないとしたら、赤か青か、これ丸かバツかで走ってってバーンってやる泥まみれ、泥まみれとか粉まみれそっち系ですかね、どうなんだろう、高校生クイズみたいなうん、ちゃんとセリフがあるから盛り上がるな、すごいね、すごい面白い、ありがとうございます、続いてニニさんからいただきました、タイトル同じポーズあったということで見ていきます、せーの、うん、あ、ほんとだ、ほんとだそういうことか、すごい、今まで考えたことなかった、普通にあるもんではないのか、あんまちゃんと見てないけど、へー、確かに技して戻った後かな、へー、結構ね、こだわりですね、そうですね、すごい、他のキャラもあるのかちょっと気になります、でもこの武器ベルナー君って書いてあるけどベルナー君がいないのがね、本当だ本当だ、このポーズをしてる時消えてる、出ないんですね、あらららベルナー君めっちゃこうめっちゃなんか誇示してくるけどどこどこ、もしくは売られたか売られたか売りましたこっそりね、お客さんって実は今こんなものがあって、はい、めっちゃ気になるよベルナー君、そうですね行方が気になります、高値で売りつけますはい、ということで皆さんありがとうございました、ハッシュタグインスタ映えするチェンクロ、ハッシュタグチェンラジ投稿で画像を投稿してください、ハッシュタグチェンラジ投稿とついている場合はどんどん番組でご紹介させていただきます。さあこの後はチェンラジオリジナルラジオドラマをお届けします、ということで今回の配役ですが、私がリヒト、私今休みがハーフ、私内田彩がファルフェ、私高木ゆりかがエチゴです。それでは行ってみましょう、チェンラジラジオドラマスタート。
たの、ファルベ。エチゴちゃん大変、パンがカビちゃった。カビ？毎日雨ばっかりだから危ないかなって思ってたのよね。干し肉も、あ、お野菜も。大丈夫、カビてても食べれる。私のお腹丈夫。ダメダメ、確かにエチゴちゃんならペロッと食べちゃいそうだけど、傷んだものは食べちゃいけません。でもご飯の話したらお腹空いてきた。カビた干し肉。ストップストップ、お買い物に行きましょう。エチゴちゃん、まだ雨が降っているから傘をさして行きましょうね。助かったよ、兄さんが通りかかってくれて。傘はギルドに置いたまま仕事に出てっちゃったんだよね。この季節は常に雨具を持ち歩け。濡れネズミで走ってるのを見た時は驚いたぞ。走り出した時はまだ小雨だったんだよ。あとはギルドに帰るだけだったしさ。まったく。ま、戦士ギルドまでは送っていくから、着いたらちゃんと。あ、着替えはギルドに置いてあるのか。家まで送った方がいいか。もうギルドで大丈夫だよ。ありがとう。大丈夫って言って風邪をひくやつだからな、お前は。それって子供の頃の話でしょ、もう。でも兄さんとあいあい傘で歩くなんて久しぶりだね。仕方ないだろう、傘が一本しかないんだから。傘を忘れてラッキーだったかな。姉さんが見たら羨ましがりそう。うわあ、あいあい傘、リヒトとシェーンがあいあい傘してるって噂をしたら姉さんだ。それにエチゴちゃんも。二人で買い物？うん、カビてないご飯買いに来た。カビてないご飯？買い物よりもあいあい傘よ、あいあい傘。リヒトとシェーンがあいあい傘してる。かわいい。でもずるい。何何？どうしたの？うん、私が傘を忘れて出かけちゃってさ、濡れながら走ってるところ兄さんに見つかっちゃって。で、ギルドまで送っていくところだ。やだ、ほんと。シェーンたらびしょびしょじゃない。お姉ちゃんタオル持ってるから拭いてあげる。まあ、自分で拭ける、自分で拭けるって。タオルだけ貸してくれればいいから。ちゃんとしっかり拭くのよ。シェーンは大丈夫って言いながら風邪をひく子なんだから。二人して同じこと言うな、もう。シェーン、私の傘使う？そしたら私ファルベの傘に入れてもらって帰るよ。ありがとう。でも戦士ギルドまではもうちょっとだし、兄さんに入れてってもらうから大丈夫だよ。そう？待って、私がリヒトの代わりにシェーンをあいあい傘でギルドまで送っていけばいいんじゃない？え？そりゃそれでもありがたいけど。もしくは私の傘をシェーンに渡して、私はリヒトとあいあい傘で買い物をするのはどうかしら。なんでだ？なら越後の提案通り、越後とあいあい傘で買い物すればいいだろう。それもいい。え、私は誰とあいあい傘をするべき？選べない、選べないわ。わかった、じゃあ3人でじゃんけん、誰がファルベとあいあい傘するか勝負。いや、なんで俺たちがあいあい傘をしたいみたいになっているんだ。よし、じゃあ間を取ってあいあい傘を入れ替わりながら4人で買い物するのはどう？それいい。お前はギルドに戻るんだろうが。ん？あ、雨止んだ。本当だ。じゃあ兄さん、ここまででいいよ。傘に入れてくれてありがとね。まあ、ちゃんとギルドに着いたら着替えるんだぞ。じゃあ俺も行くから、またな姉さん、エチゴ。え、あれ、うーん、ちょ、あいあい傘、お姉ちゃんのあいあい傘は？雨止んだからご飯買って帰ろ、ファルベ。次に雨が降った時はみんなであいあい傘でお散歩するんだからね。
合い傘ですって。あいあい傘。お姉ちゃんがちょっと怖かった。確かに必死に考えてました。誰と合い合い傘をするか、こうしたらいけるのでは。全種類コンプリートしたい。確かに。いや、そんなことよりお姉ちゃんの怖さより、私は預言者がいるのではという恐怖を感じましたね。このあとハンフは多分風邪をひきます。もうこれから引くって言ってるけど、なんならもう引いたのでは、引いた後ではみたいな感じですもんね今。いや、偶然ってすごいですよね。ご存知なかったと思うんで、書かれた時に。そうですよね。ちょっとリアルを追加してみました。女の子風邪ひくぞからその先まで言いたくなるよね。風邪ひいて鼻声になるぞ。言ってほしかった。そこまでかい。本当に風邪ひいて。もうちょっと引き始めた。なんかちょっとゾクゾクしております。もう傘持ち歩きなさい。はい、気をつけます。でもね、おかげであやい傘がね、そうですね、お姉ちゃんはできなかったんですけどね。ぜひ皆さん梅雨を楽しんでください。さて、このラジオドラマですが、リスナーの皆さんからこんなシチュエーションのドラマが聞きたいというメッセージを募集します。もしかしたら叶えてくれるかも。お待ちしています。チェンクロ公式ウェブラジオ、チェンラジ、ありったけでいくよ。続いてはこちら、チェンクロ最新情報。このコーナーではチェンクロの最新情報をご紹介していきます。現在、奈落の世界大騎士団団長フェスが開催中です。今回登場したのは西方大騎士、喜びの騎士デューイ、魔法使いのまぶき、 CV は丹下さくらさん、イラストは NPA さんです。またこのフェスからは遊戯の世界マット博士メルティオール、戦艦の世界国威の再演クラウディア、イフの世界魔法兵団師団長チャーノも復刻で登場します。開催期間は6月26日水曜日までです。続いて、現在東派型イベント2人のお嬢と2つの太陽が開催中です。このイベントでは報酬キャラクターとしてこちらが手に入ります。光り輝く国際鉄拳ルビー、魔法使いの拳武器、 CV は天宮そらさん、イラストは NPA さんです。スキル動画見てみましょう。殴ってダメなら100発殴る。それでもダメなら1000発殴る。そしてチェンラジ賞もあります。緑川さん賞が4429、今井賞が2029、内田さん賞が831、高木さん賞が8210となります。ぴったりと一致した順位の方にはプレミアムチケット7枚を差し上げます。合わせてイベント支援フェスが開催中です。今回登場したのは真夏の御霊場リリーヤ戦士の残武器、 CV は水瀬祈りさん、イラストは寺澤孝則さんです。スキル動画を見てみましょう。冷たい。よらば切ります。続いてもう一キャラ、真夏の長官ビスケ、弓使いの銃武器、 CV は伊勢マリアさん、イラストは大和さんです。スキル動画を見てみましょう。
東博多イベント支援フェスともに開催期間は6月26日水曜日までです。続いて東博多イベント2人のお嬢と2つの太陽の開催を記念して5つのパックが販売中です。旅人豪華客船パック、水着真夏のガキっ子襲来パック、水着渚の色彩乱舞パック、水着冷やしスライム始めましたパック、水着私をバカンスに連れてってパックです。販売期間は6月26日までです。続いて最新ストーリー情報です。6月26日水曜日より第4部奈落の世界エピローグが配信されます。あらすじをご紹介します。万象鏡を通じてヘルドラとユグド間を自由に行き来できると知ったレアムたち、じゃんけんでユグドへの留学を勝ち取ったクロエやソフィアたちは喜んでユグドへ向かう。ヘルドラに残ったクラリスは援護にやってきたリフレットと共にシンラに弟子入り、タオを芽生えさせるための修行を始め、平和な時間が過ぎているように思えたが、ヘルドラの教会騎士たちの中ではユグドへの逃亡を願う者が急増しており、予約がピンチですか？ですが、人がいなくなった奈落は奈落ですらなくなるかもしれませんね。哲学的ですね。そうですね。どうなるんでしょうか。気になります。同じく6月26日より新世界フェスが開催されます。今回登場するのは奈落の世界成功のひまわりリフレット、騎士のダブキ、 CV は内田真彩さん、イラストは NPA さんです。イラスト見てみましょう。うーん、太もも、はーはー太ももいいですね。すごい、かわいい。でもなんかやっぱりでかい感出てくる。めちゃくちゃでかい。この笑顔と対照的な武器ね。武器はまあいつもそうだし、大きい方なんですけど、太ももが割と武器に負けてないぐらい。そうですボリューミーですね。足かっこいい。足、膝もすごい、とんでもない素晴らしいスタイルですね。続いてもう一キャラ、奈落の世界愛別者シエラスエス、僧侶の聖武器、 CV は花澤香菜さん、イラストは萩谷香織さんです。イラストはこちら。おー、めっちゃいい。黒赤中二感、いやいいですね。なるほど、こんなキッチしてて、はい。というわけで開催期間は7月7日日曜日までです。奈落の世界エピローグ配信に合わせて6月26日より奈落の世界酒場に奈落の世界発展の弓職人シェダが追加されます。さらにチャレンジクエストに新たな高難度クエスト奈落の試練が追加されます。腕に覚えのある方はぜひ挑戦してみてくださいね。またこちらのフェスを記念して2つのパックが販売されます。聖騎士団長成功のひまわりリフレット、聖騎士団長成功の大輪リフレット、聖騎士団長成功の大化リフレット、浴衣のひまわりリフレット、聖夜の贈り物リフレットが入った聖とリフレットパック、送別者シエラスエス、真夏の送別者シエラスエスが入った聖とシエラスエスパック。販売期間は同じく7月7日までです。続いては最新フェス情報です。チェンクロはなんと間もなくリリース4000日を迎えます。これを記念して6月28日金曜日よりリリース4000日記念黒秘めるもの登場フェスが開催されます。今回登場するのは奈落の世界黒秘めるものラザフォード、戦士の残武器、 CV は石田明さん、イラストはケロケロ斉藤さんです。見てみましょう。どん、いやラザちゃん、ラザちゃん、あの鳥は活躍するんですか？だとしたらラザちゃん。どうなんですか？これ女子担当いるんでしたっけ？ラザほど担当的に言う担当より、はい、すごいわめいております。昔すごく惚れていましたね。あの大活躍されていた時にラザフォードさんがすごいギャーギャー言っておりました。私はもうラザフォードのことは気にもされてないんでしたら、じゃあいらないんですのね。そんなことはないでございますが、こうなっちゃったらもういいってことですか？すごくあのこちらを見ている。すごい。 ち, ち,
今回のラザフォード様、えぐい性能ついておりますわよ。わあ、はい、何でしょう。なんと今回のフェスから登場するラザフォードは、刻印が4つセットできる刻印武器を初期武器として装備しています。やったー。え、でもユリポン様はもうあれですよね、はい、ラザフォード様はもう気にさせてらっしゃらないんですものね。いや、そんなことはございませぬわ。あのラザフォードは気にならないけど刻印武器は気になる。いや、どちらも気になりますわ。ちょっといじりすぎました、すみません。刻印武器最初からついてます。いや、すごい。そもそも、ね、いや、4つじゃなくてもいないわ。いや、本当に。しかも4つセットできるんだ、ね、今までなかなか刻印武器数が、ね、うん、手に入らなくて諦めてた方も、はい、ラザフォードさんがいれば、これはまたリーダーに増えそうですね、うん、ラザフォードさんが。そう、ちょっとまたプレイスタイルが皆さん変わる可能性も秘めてますよ、うん、でも4つすげーって思ったと同時にさ、うん、4回あの作業するって、はい、ちょっとね、ちょっと大変ですね。3回でも結構手組みがあるのに嬉しさ反面、嬉しいけど、なんか4個目は選べるとかにしてほしかった。どんぐらい変わんのかな、ちょっと ね実際使ってみないとちょっと分かりませんけど、まあ、すごいはすごいですね。お迎えしたいところです、うん、はい。なお、このフェスからはラザフォードと同じ福都をバトル所属に持つ新世界キャラクター、戦艦の世界国威の大魔導士アルドラ、イフの世界アサシンギルド長リュビアのほか、福都にゆかりのあるダブルエスレアキャラクターも復刻登場します。開催期間は7月7日日曜日までです。合わせて同じく6月28日より特別なストーリークエスト、伝説の暗殺者が開催されます。あらすじを紹介します。ヘルドラ大陸西方大砦、食が収まり束の間の平穏を取り戻したその場所に、人知れず忍び込む影があった。影の名はラザフォード。彼は自分と同じ名を持つ男の生き様を知るべく、ヘルドラの歴史を紐解く。それは伝説の暗殺者ラザフォードの物語となっております。開催期間は7月7日日曜日までです。そして同じく6月28日よりチェーンクロニクルのリリース4000日を記念して、奈落の世界所属のキャラクターが大活躍するメダルハントイベントを開催します。AP を消費するクエストをクリアすることでイベント専用の4000日記念メダルが手に入ります。こちらのメダルは期間中専用の交換所にて豪華景品と交換することができますよ。さらにリリース4000日を記念して、こちらのキャラクターが交換所に登場します。復讐の射手クラリス、弓使いの弓武器、 CV は小祝小鳥さん、イラストはネムさんです。イラスト見てみましょう。うん、うんうんうん、すごい、相変わらず、うん、シックですね。ちょっとシックというか暗い、暗い切ないですけどね、うん、はい、はい。こちらメダルハントイベントで活躍するキャラクターについてはゲーム内でご確認ください。また復讐者クラリスを入手できるキャラクター獲得クエストも開催されますよ。さらに闇にあるものラザフォードが入った服とラザフォードパックも販売します。どちらも開催期間は7月7日までです。そしてリリース4000日を記念して6月27日木曜日から7月12日金曜日までイベントログインボーナスが開催されます。期間中は毎日インテリアコイン250枚などがプレゼントされますので、忘れずにログインしてください。続いて6月30日より復刻新世界フェスが開催されます。奈落の世界最高者シャロン、奈落の世界闇に吠えるものユギギ、奈落の世界カコンの騎士ボルドレード、奈落の世界壁楽の片翼シーシャンなどが復刻で登場です。開催期間は7月4日木曜日までです。続いてチェンクロバトルロワイヤル2024大賞クエスト、ユグド祭2024版が6月26日水曜日より監獄カジノに登場します。チェンクロバトルロワイヤル2024に参加される方はユグド祭2024版のクリアタイムが表示されている画面を撮影し、11周年特設サイトの応募フォームからご応募ください。応募期間はユグド祭2024版がオープンする6月26日水曜日11時から7月2日火曜日23時59分までとなります。応募方法、応募規約など
詳しくは11周年特設サイトでご確認ください。期間中は何度でも応募することができますので、ベストタイムを狙ってくださいね。なお、タイムアタッククエストユグド祭2024番は7月26日までプレイすることができます。そして11周年に向けて皆さんからのお祝いイラストを募集します。 X からハッシュタグチェンクロ11周年おめでとう、ハッシュタグチェンクロをつけてぜひ投稿してください。投稿いただいた作品は一部11周年祭会場や生放送の中で紹介させていただきます。詳しくはチェンクロ公式 X の情報をご確認ください。また本日更新されました11周年特設サイトには今年の名刺デザインが公開されていますので、合わせてチェックしてくださいね。以上、チェンクロ最新情報でした。お届けしてきたチェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、そろそろお別れの時間になってしまいました。どうしました？なんかもう性も顔もつきた。そうですね。刻印手に入らないからっていう理由で、あの作業を最近やってなかったなって思い出してほわーってなってました。でもきっと溜まっていると信じたいですね。確かに研磨あるかなが確かに私も最近やってないので、溜まっていると信じたいです。ラザフォードのために強いラザフォードをお迎えするのだ。するのだ。いいのが出る出ないの前に、はい、元になるそいつらがいるかどうかっていう話です。そうですね。そうです。それが少ないとチャレンジ権もそんなないわけですからね。そうなんです。きっとなんかその頃そういうのがいっぱい手に入るクエストもついてくるんじゃない？おお、期待しちゃうな。わかんないけど期待して待ちます。さて、この番組は毎週月曜日の19時頃に配信されます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。音声の番組ページのメールフォームから送れますよ。そしてここでリスナーの皆さんに精霊石1個のプレゼントのお知らせです。 URL はhttps://pilikakuro.page.link/battle です。こちらにアクセスしてください。受け取り期間は7月1日月曜日18時59分までです。ということで、ここまでの相手は緑川光と今井あさみと内田彩と高木ゆりかでした。バイバイ。この番組は株式会社セガの提供でお送りしました。